こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。ウォン安が止まらなく、為替市場が混乱を極めていますが、本当にスワップを締結できるか検証しています。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。取引開始とともに1ドル 11.3 ウォン急落し、スタートした為替相場は取引中一時、ウォン安ドル高が進んだが、証券市場が下げ幅を拡大したことを受け、ウォン安ドル高に拍車をかけた。一時、ピーク記録としては、金融危機の影響が残っていた09年7月14日取引中 1303.0 ウォン以来、11年ぶりの最低値だ。為替相場は、為替当局が、ファンダメンタルズに対するウォン相場の一方向への傾きが遠すぎていると、強盗介入性の発言をした後、ようやく落ち着きを取り戻している。ただ、証券市場の急落に続き、債券市場さえ債券先物金利が急反発するなど、不安な様子を見せ、ウォン・ドル相場は、1280ウォン台で追加下落が制限された様子だ。変動性も恐怖感を誘う水準だった。同日、取引中一時、変動幅ピーク安値は 49.9 ウォンと50ウォンに迫った。欧州財政危機と転安感事態が重なった10年5月25日、53ウォン以後、10年ぶりの最大変動幅だ。ドルの現金不足が持続し、米国の長期国債はもちろん、株式、原材料などドル現金を除いた大部分の資産価格が下落する格好だ。DB 金融投資研究員のムン・ホン・チョル研究員は、ドル建て現金が必要だったため、前日に、米国では、米国債長期物金利まで大幅に上昇したとし、世界的な株価下落で、追加に、海外から、追加証拠金の要求が入ってくれば、ドル建てで支払わなければならないため、国内もドル建て現金需要が大きくなる状況だと述べた。ムン研究員は、現在の状況で、為替レートの見通しは意味がないようだと述べた。チョヨンム LG 経済研究員は、現在のように金融外国為替市場が不安定な時は、できれば早いうちに韓米通貨スワップを締結してこそ、市場の不安解消に役立つと述べた。それでは、ネットの反応です。米国が支援しなければ何もできない国が、反米をして、中国がいいというのを見ると情けない。私が米国なら、こんな審議もない東南アジアの国を捨ててしまう。国が滅びるかも、韓国だけが暴落だ。政府は何してるの？誰が見ても、これが、世界的な現象なのかわかる。現在、ウォンは、ドル、人民元、ユーロにも劣勢です。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また、次回の動画も見てくださいね。